こんにちは、2D ガンプラです。今日もですね、この、ベストメカコレクションかのガンダムをちょっと塗っていこうと思います。で、今日はですね、ウェポン、ライフルのスコープのところかな。今のサフでグレーだけ塗ってあるんですけれども、まあ、特に映像系もないってところなんですけど、まあ、ちょっとここ、黄色くアニメっぽく塗っていこうと思います。で、これですね、マスターグレードの、ガンダムから持ってきましたけど、まあ、大体そうですね、このスコープの造形って、まあ、ちょっとくぼんでるような感じで、なので、まあ、いつもこの上側を影にして、まあ、下側のところを明るくしてっていう風に作ってました。今回も同じようにちょっと、こちらですね、平べったいんですけれども、塗ってって、立体感というかそういったものを出していきたいと思います。では、はじめにですね、今グレー、とかライトグレーというのが明るめのグレーで、サフ代わりに書いてあるんですけれども、この部分をですね、黄色くちょっと塗りつぶしていきます。クリロガッシュはですね、結構隠蔽力どの色も強いんですけれども、黄色は比較的隠蔽力が低いので、使うとき私はだいたいグレーで、サフを塗ってからですね、黄色を使うようにしてます。はい、まあ、およそ乾いてきたので、このあれですね、上の方に明るめの茶色でちょっと影を入れていきます。こんな感じですかね。はい、続いてさらにですね、明るい黄色でハイライトしていきます。画面で見るとほとんど分かんないくらいかな。続いて二影でこの茶色の部分にさらに黒を入れていきます。ちょっと拡大してみましょう。最後にこの明るい黄色の端のところですね、そこにハイライトでさらに白を入れていきます。これぐらいかな。うん、やっぱね、真ん中にちょっと突起があるようなデザインがいつも特徴的なので、ちょっと塗りでそれが表せないかをやってみますね。こちら側に影があって、あ、ちょっと塗りすぎたかな。で、ハイライトで明るい黄色を入れて、さらに2影で黒を入れ、ちょっとまだ乾いてないですね、ちょっと置きましょう。じゃあおおよそ乾いたんで、影の黒をちょっと塗ってみますね。ちなみに紙筆のあれですね、 L を使ってますけど、面相筆の S でもよかった。色の仕上げで真ん中の黄色の部分ですね、明るくなった黄色の部分にさらにハイライトの白をのせていきます。うん、こんな感じかな。なんか真ん中に突
隙があるように、見えてきたような気がします。では仕上げにですね、この手に書いちゃった水性の、マーカーのプロッキーですね、こいつでちょっと輪郭をなぞっていきます。黒く塗った部分は、いいトーンで、この白とか黄色の部分ですね、この輪郭強調のためにブロッキーで描いています。これなんでブロッキーなのっていうところなんですけれどもですね、アクリルガッシュ塗ったところは、マッキーでやっちゃうとこう剥がれるようになってしまって、まあブロッキーだとアクリルガッシュの層に染み込んでくれるって感じなので、そうですね。アクリルガッシュ塗った部分は私はブロッキーでエッジを描くようにしてます。ちょっとはみ出してるけど、まあ後で黒く塗りましょうかね。これで、はい、完成です。ちょっと持たしてみましょうか。今こんな感じですね。基本黄色の部分は今のようにこう5色でこう塗り分けてますね。ベースの黄色があって、茶色があって、黒があって、ハイライト側は明るい黄色があって、白があって、というような形で、こういうところですね、ダクトの部分とかも細かく塗り分けています。もう最後に拡大で見てみましょうか。こんな感じですね。はい、ですね、今回の動画は以上になります。面白い、参考になったという方、ぜひチャンネル登録と、いいねをよろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。